昨日夜、真庭市の久世地区で伝統行事のだんじり喧嘩が始まりました。先週、隣り合う勝山地区で起きた死亡事故を受け、安全対策を徹底して開催されました。江戸時代から続く久世地区の伝統行事、だんじり喧嘩です。重さ2トンのだんじりが勇壮なぶつかり合いを繰り広げ、観衆を魅了しました。一方で、先週、隣り合う勝山地区では同じくだんじりをぶつけ合う祭りで事故があり、男性1人が死亡。事故を受け、久世地区では祭りの前に警察を交えた会議を行い、警備の数を増やすなどの安全対策を行いました。身を引き締めて万全の安全対策で事故防止のために臨みたいと思います。やっぱりだんじり一丸となって怪我のないようにやろうと思ってますので、全員どこの社もそういうことには気をつけて、さらにもうそういった事故がないことを徹底してやってます。祭りは今日も行われ、だんじり喧嘩の後、恒例の餅投げが行われる予定です。